全くなんか雑談の配信する時間がなくて、今日なんか今歩きながらやってるんですけど、おそらくですね、2、3分ぐらいしか配信できないと思うんですけど、皆さんお元気でしょうか。いやー、なんかオリンピックやることになったみたいでね、僕最近なんで、リベラルとか野党の人がダメなのかっていうことをすぐ感じてて、やっぱり運営側の視点がない感じするんですよね。まあ、こういうこと言うとまた怒られちゃうと思うんだけど、批判、まあ、これもね、僕もだから気をつけなくちゃいけないなと思うんだけど、まあ、なんかね、今の状態で感染とか蔓延を防止するっていう評価関数があるのは当たり前じゃないですか。プラス、なんか日本の経済とかオリンピックとかいろんな評価関数があって、その評価関数の中でどういうポートフォリオとかバランスを取るかっていう決定をするのが政治だと思うんですよね。で、そんな中で、批判って運営側じゃないから楽なんですよね。批判って大体そのある評価関数でいくことが多いんですよ。例えばじゃあ、感染防止とか蔓延防止どうするんですかとか、例えば IOC がちょっと利権化してますよとか、IOC 貴族みたいじゃないですかって、それは一つの評価関数なんですけど、あ、おはようございます、皆さん。今日ちょっと、そんなに長く喋れなくてですね、移動しながらちょっと隙間時間でやってるんですけど、要するにその、ある評価関数からの批判って、意味ないとは言わないんだけど、やっぱりそこを丸ごとまとめて、なんというか、運営していくっていうか、生きていくっていうのが人生だと思うんだよね。だから人生に与党はあっても野党はないんだよね。で、野党の人も与党みたいな姿、感覚で、やっぱり向き合ってないと、なかなか政権取れないと思うんですよ。なんでせやかこけごなのよ。だからその、そうじゃない、人生に野党はないじゃない、自分の人生に野党はないじゃない。だから自分の人生を運営するときに、まあいろんなことはあるんだけど、こういう評価関数でいきますみたいなことと同じような感じで、やっぱり本当は運営しないとダメなんだろうなと思うんですね。そこが今ちょっと野党が伸び悩んでるっていうか、リベラルと言われてる人たちが、ちょっと力を失ってる、そういう理由なのかなと思います。そろそろ、配信も終えます。ごめんなさい、止まってて。またゆっくり配信します。メキンチョウでした。